今回はですねまあことですねこれはですね世界情勢見せたら分かりますけども大きな苦難の数日前にいつ入ってもおかしくない状態ではあるんですけども大きな苦難を定めたのはヤファりでありますから定めた日っていうのは全てにおいて最適な日って言い方変ですけども全てにおいて何て言うんですかね うままくくいく日ってことにもなりますですからまあ自分としてはもうあの黙々と待つってことにしてますね、まあ、5つのことでしっかり実践しながらですねまあ黙々と待つとまあ当然高次元とのコミュニケーションで一日も早くですね、まあ、大きな苦難が来ることを願ってますけどもまあどちらにしてもですねあのまあ父親が定めた日は必ず来るってことでもう自分はですね、まあ、黙々と待つことにしてます。 結構、あのー、落ち着くようになりましたねもうね5つのことをしっかりと実践して、まあ、日常生活をしっかり送って、まあ、いつでもり思考をね切り替えることができるっていう、まあ、ある意味自信もありますので、まあ、ここら辺はねもう黙々と待つようにしてます、あのー、で、まあ、当然ね気づきの遅かった方も見えますから、まあ、その方がねあのしっかり間に合う意味も願ってますので、あのーまあ、とにかく自分としてはもう5つのことを実践して まあ僕も,もふと待とうと思ってます。あのまあ皆さんもね、あのしっかりと高次元とのコミュニケーションを取っていただいて、まあいつの事実践していただいてればあのまず問題はないと思ってますので、よろしくお願いいたします。え今回は以上です。ありがとうございました。